県民からの寄付金で福祉団体などの活動を支援する愛の都市訪問の寄贈式がきのう静岡市で行われました今年でで58回目を迎える愛の都市訪問では県内の4つの福祉団体などへ車両やノートパソコンミシンなどを寄贈しました静岡新聞社静岡放送の谷川治常務取締役が出席者に目録を手渡しました 今年は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、出席者の人数を制限するなど対策を徹底して実施しました。出席者は寄贈された車両などの今後の福祉事業での活用に期待を寄せていました。